食べる。あ、こっちの手はこうだ。あ、そう。あ、ちょっとそう。うん。最初の頃よりはちょっと我慢できると思います。一番最初なんか検索だけでもすごいなんか言ってましたよね。ごめんね、もうちょっと頑張って私たちはこれ一人でやるもんね、うん、テレビもですね、すごいんだよね。なかなか一人でやるって言われてもできないんですけど、うん、この台に乗せて、まあ、首につけるリードみたいなのもありますけど、うん、まあ、うまくやってくれますよね、はい、ギリ聞かせながら。そうですね、もし何か、まあ、パピーちゃんので余計暴れるかもしれないですけど、海の匂いは消えましたよ、はい、だけど、うん、まあ、週に2回ぐらいはさ、うん、ちょっと入れて買ってマッサージしてください。分かりました。ただこんなさ抑えなきゃできないようでは困るんで、なんかどうしたらこう抑えなくても、もうだからあのあれなんですよね、指触ってさ何もしない、うん、おいで、要はシスケの基本でさ、名前呼んだアイコンタクトって言ったじゃないですか、うん、だからラテちゃんってアイコンタクトしてご褒美あげる、うん、今、もっと変えたくないから、でご褒美あげたら耳触る、うん、匂いをで、またご褒美あげる、なるほど、こういうことの繰り返しですよ。だから耳触っても別に何もないんだなっていうふうに思わせるわけですよね、はいはいはい、うん、でとにかく、ま、必ず毎日名前呼んでアイコンタクトして、うん、あのね、ご褒美としてはおいででご褒美、うん、それをや絶対やってほしいんですけどね。じゃあ肛門腺絞りました、昨日の今日。ちょっと私が絞ると終わっちゃうんで、右利きですよね。右です。じゃあこっちからでもいいです。はい、ですか、こっちからでもいいです。はい、まずちょっと尻尾を持ち上げて肛門の位置を確認してください。ここですね。そうそう、ここは肛門ですよね。真ん中よりもちょっと下ぐらいなんでね、ここ、うん、それでグッと尻尾を持ち上げないと、これを持ち上げていかないと肛門がこっち側に来ないから、下げちゃうと、うん、はい、そこまで、うん、あ、出た、今の感じ、まだ多分出ますね、うん、ちょっとこれでもうちょい行ってみましょう。これもだんだん慣れてくるっていうのを見つけるんだよね。そう、その尻尾をね、持ち上げておくのが大事なんだよね。そこの手もちょっと切っときましょうか。そうですね、そうするとやりやすいですよね。はい、そのぐらいで、はい、これで切った、うん、切ってください。ちょっと中根ちゃんってあるといいんだよね。さっきの、さっきの、スペインのソース。江戸の日もあったんだよ。江戸の日もあったんだよ。これもさ、あんまりやりすぎるとさ、赤くなっちゃうからさ、美味しいのもあるから、ちょっと赤くなって。これをだから下げると肛門腺も
オープンしちゃえば必ずちょっと持ち上げておかなきゃいけないんですよね。よし、まあ、ほんとだ、うん、でも6割方出したんですかね、うん、今までいつも出せれんかったからこうそうですね。だから今の感じですよ。わかりました。はい、とりあえず上に上げるのがポイントですね。そうなんですよ、絞るのよりもこれを上に上げることがポイントなんですよ。でもし絞ってさ、これきれいにしたと赤かったらさ、はい、あの腰と T3 のやつをかけてくださいね。 あの T3 がこの赤いのを押さえてくれますからね。こんな感じで狙ってなったでしょ。はい、あ、ほんであとトイレね、はい、トイレは向こうさ、その3回のご飯ってさ、はい、それぞれあれですかね、スッと食べ終わります？ブズブズしてます？ブズブズというか、もう最初匂いをひどい時は匂いをかいて、うん、一口も食べずにストライキに入るんですけど、うん、そこからちょっとこうフラフラってしながらちょっと食べて、フラフラってしながらちょっと食べてっていうのが一番ひどい状況ですけど、昨日はそのさ、ウェットはさ、めっちゃ美味しいんじゃないの、はい、もしかしたらウェット、うん、フレーム食べないんですよ。普通これあげると食べるんですよ。いや、これだったらペロッと舐めてくれるけどさ、こっちのディスケットだとさ、仕方してるもんね、この子。いや、本当にそんな感じです。でしょ、だから、その、今幸いさ、来るためにちゃんと体重を入れて、歯茎の上に低くなってるから、はい、3回やるじゃないですか。はい、で何分ぐらいで食べ終わるの？その1回の食事って、その 21g。 基本15分以内にもう食べなければ下げるっていうことはしてますけど。あ、下げてます？下げます。その時に残ってる時もあります？全然残りますね。全然残りますか。はい、そうすると朝やって例えば、まあ、何グラムか 10g 食べて、11g しか、うん、11時間のことだ。今度お昼な何時かな、2時かな、16時ですね。16時、はい、その時は21上げるとすっと食べます。朝か、まだ食べはいいですね。朝は本当に食べないので、もう今のやり方でいいですよ。15分経って食べきれんかったらもう下げちゃって、うん、それとだんだんにさ、このウエットのさ量を減らしてほしい。うーん、もうちょっと食べなくても、うん、ちょっと食べなくても、多分そうするとその次の日にお腹空いてるからさ。わかりました、うん、だからいきなりなしはかわいそうだからさ、今毎回16上げてるじゃないですか、はい、うん、その味がないとさ食べないようでは大変だもんね、これから先。うん、まあ確かに大変ですけど、ね、でまたしつけも大変なんですよ。だって普通の主食をさトレーニングに使えないとさ、うん、なかなかおしっこのことを教えるにしてもさ、そうですね、だから普通の主食のドライをで喜んで食べてくれなきゃいけないからさ、だから、うん、1、2週間かけてウエットをさ、この子に分からないようにちょっとずつ減らして、なしにする。かわいそうかもしれないけど。でもその方が栄養のバランスはいいし、トレーニングもしやすいし、それから、まあ朝がそんな、夕方と夜は割と外食べるわけ。そうですね、はい。だからまあ朝はちょっと足りないかもしれないけど、そこで下げちゃって、それで夕方とか夜の時に、その朝の足りん分をちょっと、まずは21やっといて、それ食べきったらもうた、ね、5g とか足してあげる、うんうん、分かりました。その方がいいかなっていう気はしますね。デンタルケアはやってないか、それはダメだけやったら。デンタルケアはどうなんですか？デンタルケアは全然あの膝の上で、あ、慣れてるね、あのあいいね、お腹見せて普通に、ね、うん、まあ噛みますけど。あ、そうなの。全然要するにマズルコントロールがさ、はい、顔を振らないからさ慣れてるね、デンタルケア。うん、なんかまあ軽くできるな、これやったら。そしたらもう歯の裏までいけちゃうし、それから30秒以上できたら、うん、子供用のあの、うん、二重の長さのやつで刺繍ポケットも今から狙ってた方がいい、うん、今はそこまでやらんでもいいんだけどね。この子はあのチキンフレーバーのあの歯磨き粉が好きすぎるんですよね、うん、あれ見るとめちゃ寄ってくるんですよ。多分あのカリカリよりあっちが好きっていう感じです、いつも、うん、
いや割とね、でもこれ好きな子多いですよ。うん、大好き、本当に。まあだから、いっぺんにたくさんやるんじゃなくて、しつけに使うんだったら、ほんとちょっとずつにしてください。うん、わかりました。じゃないと、すぐなくなってしまうから。そうですね。歯磨きの時しかまあ使ってないですけど、そうそう、でも、まあ、本当に寄ってきますね。あとちょっとぐらい残っててもさ、こうやって舐めてくれる。舐めます、舐めます。ね、これをご本人にしてもいいよね。はい、いや、お腹で、まあ、そうすると朝がさ、目いっぱい食べてないと、なかなかその後にすぐおしっこをうんち死ぬ可能性があるんですよ。うんうん、でそのお腹いっぱい食べてくれると、その夕方とか夜の時は食べてくれるから、その後は割と早くにおしっこをうんちすると思うから、うん、その時に見ててほしいんですよ、うん。で、なんとかトイレにするように仕向ける。うん、で、したらすぐご褒美褒める。うん、で、なんかご褒美が、うん、まあ一応ささみにしてますけど、うん、最近ちょっとささみも、うん、みたいな感じだった、うん。じゃあもう歯磨きペースもこれ、これでいいですよ。ちょっとついてるね。ご褒美は気持ちなわけだから。確かに、うん、そうなんですよね。あのささみで、本物のささみですよ。朝でただ茹でただけのやつ、ちっちゃくしてるんですよね。朝です、はい。本当はね、これをこのやつにできるかめっちゃいいんだけど。うん、あいでちゃん、お座りできるのかな。お座りはたまにします。たまに、はい、お座り、はい、おりこ、はい、どうぞ。こうやって教えてあげてください。お座りって言って、その動作させて、ここもう手で押さえていいですか。なんか鼻の上をこうやってやると勝手にお座りするんで、うん、いや最初のうちは軽く押さえてもいいですよ。うん、それから、うん、あのアイコンタクト、うん、名前呼んだアイコンタクトとおいでができたらね、お座り、うん、それから今度伏せは癖向かって押さえてて、うん、これじゃ来ないか。これじゃ来ないんだよね。こっちだね。はい。はい、ラジさん、お座りして。お座り。はい。癖。おいで。おいで。え、来てくれないね、この子。ちょっとじゃあ、癖の対戦して。はい。癖。はい。癖。はい。はい、おいで。よいしょ。そうか、癖がまだ。そうなんです、まだね。そうです、はい。まあ急には無理だな。でもお腹いっぱい食べたや飲んで、それからですよ、うんちおしっこするの。うん、普通はそうです、ね。だからお腹いっぱい食べることをまずさせないといけないから、まあとりあえず夕方と夜はちょっとその後よく10分20分様子をよく見といてもらって、なんかまあちょっと例えばこうカリカリをまあウエットを減らしてて、で食べっぷりが悪いなっていう段階になるとするじゃないですか、はい。そしたら、あ、体重ちょっと減ってきちゃったなと思ったら、それでもウエットはまあちょっと、体重が減ってくるんだったらちょっと足すんですよ。あ、分かりました。そうそう、なかなかウエットからそう、なんかまあこっちとだっていうのを、まあ、一緒だったらまあいいです、あの平行線だったら体重が、うん、でちゃんと運調子とかちゃんと毎日できれば、うん、分かりました。あれだけちょっと本当は1週間ぐらいでなしにしたいね、ウエットをね。そうするともっとやりやすくなるような気がするんだけどね、うん、ポケットに入れるけどね。いや本当楽ですよ、カリカリだったら、カリカリだったら。でそのカリあのトレーニングのやつを例えば 20g でといて、家族、うん、みんながこれでご褒美でやってってやれば、うん、で最後にどんだけ食べたかチェックすれば、足りない分は一番最後の量に足してあげればいいわけだから、一、はい、日の量もコントロールしやすいしね。そういえば、あの薬ピラリアの予防薬で、はい、次の日に飲みました。あ、飲みました。大丈夫でした。あれ、あのちょっとチュールっぽいやつを、はい、あのああ買ってあったんで、それにもう混ぜて、うん、そしたらあの、まあ、容易に食べてくれたんで、はい、ちょっとカリカリとか餌に混ぜるのは残すんで、いつも。なるほどね、はい、分かりました。それからあと、たまにふやけたご飯もね、5g ぐらいやって食べるようにトレーニングしててください。うん、そうするとふやけたご飯が食べれれば、あの粉の薬はふやけたのに混ぜちゃえば、そのまま食べてくれるようにやっとくと楽ですよ、創薬するときに。で、今度はね、じゃあそうすると、はい、6月22だから、7、
何事もなければ7月の22だね、20、20日過ぎだ、要は左足の予防、多分体重増えてるからその体重に合わせて左の予防薬をしたいんで、わかりました、まあ20日過ぎ22ぐらいまでに、はい、あの来てください、はい、でその時までにもうちょっと体重も増えてほしいし、そのトイレもトイレ、まずトイレがね、家の中で買うとトイレはちゃんとしてくれんと大変だもんね、違うところでされちゃうと、はい、そうなんです、ね、でそのサークルの中にトイレがありますよね、ゲージがあっ て, があってで、そこにトイレとベッドがあって、うん、でさらに透明のこう板みたいなのがあるんですけど、うん、そこで、まあ、範囲を限定にして、うん、ちょっとクリーンしてるっていうのがあります、うんうん、お出かけするときは入ってますけど、うん、私たちが帰ったときはそうし て,、まあ、クリーンして、だからゲージの中入らなくてもトイレがあるわけ、ゲージの中に入らないとトイレないです、あ、じゃあ扉が開いてるわけね、開いてます、開いてます、はい、そうそう、自分の意思で、うん、中に10回あったら何回ちゃんとトイレに行く、10回あったら4回、あ、4回、まだ4割ぐらい、なんか遊んでたりとかふん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 ってしてる間に、うん、ちょっとやっぱこのなんていうんですか、振り幅が狭いのもあって、あれおしっこしてるみたいなっていうところで気づきにくいっていうのは正直なところです、はい、はい、あとこことかされるのは嫌いなのね、そう、嫌なんです、でもここは1日2回は拭きたいよね、この目の内側で、嫌なんです、ごめんごめん、お顔嫌なんです、お顔さんやっとかないとさ、あなた、うん、でもこれ一口舐めるだけで、あ、あ、これはとりあえず歯磨きペースよね、そうなんです、変わった、ここでもさ、やっとかんとさ、点眼がしてるじゃないですか、はい、ね、点眼と、まず顔をやらんとね、とかして、顔と耳、そうなんです、顔をやりたいんですけど、うん、だからご褒美あげながらやってくださいね、やっぱり、一人でやるときって、うん、どうやってテーブルの上に、まあ、まあ、この椅子は床に見た方が安全だからね、うん、落ちちゃうとこ椅子でこれはちょっと落ちたら骨折しちゃうから、はい、うん、床で低いテーブルでやってほしいんですけど、はい、うん、でお座りさせておいて、はい、でちょっと、ね、頑張るんだよって言ってこうやるしかないですよね、うん、で溶かしても溶かしてもここはさ、特に来るからとかもね、うん、まず顔周りをきれいにしといて、うん、そんであと足がクリクリになっちゃうからさ、うん、足のこのプリプリを、またはいはい、ごめん、頑張る、歯磨きペースか、ダメ、はい、まだでもそういうのがあるだけいいっすよ、そうですね、本当に食べない子ってそういうのがないからさ、大変なんですよね、結局もうその子の思い通りになっちゃうからさ、そうですね、コンパニオンアニマル、人間と一緒に生活してもらわなかったらさ、はい、犬も人間も快適になってもらわなきゃいけないね、うん、まあ今これ買ってまた一緒に食べっこいくかな、ごめん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 ね、もう次の日が分かっちゃうな、はい、座りが、はい、座りして、いや、しまわれちゃった、はい、どうぞ、怒っちゃった、はい、もっと手さんに執着があるとやりやすいですけど、やりやすいんですけどね、本当に執着がなくて困ってます、うん、で遊ぶのは本当に好きなんですね、うん、はい、でもそれってすごい大事なことですよ、うん、遊んであげないとね、エネルギーが余っちゃうからさ、うん、そうするといたずらっていうか人間にとって都合の悪い行動するようになっちゃうんで、うん、ここ痛いね、はい、ごめんね、はい、我慢しよう、ちょっとか、うん、こ
えばさ、こうするじゃないですか、それ痛いじゃないですか、はい、そしたら縦にするんですよ。まあ、それでも怒っちゃって縦にする。それでまた画面が、はい、おそらく、はい、頑張ったら横になる。それとあとさ、トリミング、これでワクチン終わったじゃないですか、はい、でこう寄生虫の予防薬も飲んだじゃないですか、うん、はい、そしたらまあ3日から1週間ぐらい過ぎたらさ、うん、トリミング、うん、そうですね、行ってください、はい、ここまでやってるんですか、トリミング。うん、土日はやってないけど平日ならやってます。ああ、わかりました。だからただ完全予約制なんで、うん、あの予約書でもらえればやらさせてもらいます。はい、トイプーちゃんっていくらですか。トイプーはね、いくらだっけ、なんかさ、あ、あれに書いてあるんだけど、病院案内、ちょっと病院案内して、もう覚えてない。頑張って、ちょっと押し、この辺取りたい。何でそこは絡まって、怒るね。7200円、はい、これ折り子な、僕折り子、うん、いや、やってるとあんまり折り子じゃないとプラス500円とかプラス1000円になる。知らないね、折り子だったらこの、うん、なんかスケジュール的には、まあ、お預けして時間に無限中に連れてきてもらって、はい、それが早めに連れてきてもらえるとトリマンの方が喜ぶんですけど、はいはいはい、それで夕方5時から7時まで迎えじゃあもう一日もう、はい、半日で朝ごはんもし食べてなかったら持ってきてください。そしたらこっちで食べさせますから、だって確かに朝ごはん遅かったよね。朝ごはん9時だもんね。そうです。あ、これ多分もう一回は書きましょう。あ、ありますよ、ます、ね、あっちにあります。ちょっと確認して、この子たちはトリマーの、ま、終わった子なんですか。いや、違います、ホテルです。あ、なるほど、お泊り、うん、はい、じゃあやろうか、これだ、うん、ありがとう。なかなか大変だね。どこ行った？はい。だんだん、あれじゃあ、もう家と同じような状況なんですかね。同じになってきちゃったら。おさぎは？はい。おさぎ。まあでも教えればね、覚えますよ、この子だったら、うん、なんか頭は良さそうな感じするんです、うん、あの私たちの目を見て、ね、あのこうフリーにやってる時も、ね、シャーってするんで、ね、あ、なんか意図があってしてるかも。なるほど、はい、でそれ結構大事なことなんですよね。でうんちしたら、うんちしたよって言います。本当教えてくれますね、はい、いいですね。ただ場所が問題なんだけどね。そうなんです。まあでもとりあえずトイレかトイレに近いところでしたらもうここに足りるぐらい。トイレで近いところをしたらですね、うんうん、明らかに違うところでその場で見つけたらそれは叱ってください。わかりました。でもその場じゃないときはもう叱っちゃダメです。はい、じゃあ証明書出しますね、はい、じゃあ、 あの、なんか変わったことあれば何でも相談してくださいね。はい、わかりました。はい、で、まあご飯はそういうことでちょっとちょっとずつウェットなしにしてもらえるとやりやすいかなと思います、ね、トリミングは、ここから最短でどれぐらい。1週間。1週間、はい、じゃあ来週の金曜日ぐらいから、まあ、うん、お願いできそうな感じなんです。そうですね、はい、わかりました。じゃあもう抜けもこだからね。